皆さんどうもゆっくり霊夢です。今日は、原神の世界の地下帝国こと、双眼巨炎地下工具の裏世界を探索していきたいと思います。裏世界って未知なる世界って感じがしてワクワクしますよね。ちなみに知ってる方がほとんどだと思いますが、地下工具への入り口はここにあります。普通にワクポで直行した方が早い。てなわけで、ギャンブルで大負けしたベネット君に地下帝国に行ってもらいましょう。ここは相変わらず暗くてジメジメしてますね。この人も多額の負債を抱えてるのかな？今日から同様ですね。さあ、この場所から裏世界に行ってもいいのですが、日の明かりが見えるくらい浅いようなので、まずは上昇負荷がかかるくらい、もっと深くまで行きましょう。一番深いのはやっぱりここかな？いや暗すぎだろ。唯一明るいのはここだけか。懐中電灯持ってくればよかったな。それかベネットの体発火しねえ。ちなみに裏世界に行く方法ですが、岩主人公を使っていきます。知らない人のために説明すると、天井や角度のある壁を利用して、スキルの岩に体を押し込んでもらう手法を使います。そうすることによって裏世界に行くことができます。条件が整えばどこでもやれるバグ技なので、ここはいけそうだなって場所は積極的にやっていきますかね。まあやりづらい場所もあるので、できなさそうだったら場所を変えましょう。決してさっきの壁に敗北したわけではないです。壁でやるのって難易度高いんですよ。言い訳じゃないです。領土国から上へ行けそうな柱がありますね。次は比較的簡単な、天井を利用した方法でトライしてみようと思います。進んでったらほぼ真っ暗になったんですけど、原神ってこんな怖いゲームだっけ？岩主人公のスキルが松明代わりになるなんて予想外だわ。これは、紛れもなく天井ですね。天井に少し隙間を作るイメージでスキルの岩を設置して、ジャンプ。きたー。こんな感じで、体がスキルの岩に押される形でめり込むことができます。というか双眼巨炎って裏世界も暗いんですね。これちょっと足元が安全かどうか知りたいな。スキルが置けるってことは、少なからず当たり判定があるってことだね。少しは安心して歩けそうです。私ひらめいちゃった。左右の元素スキルって段差だったり、落ちる場所があると止まったりするから、ぷいぷい左右カーで探索すればいいんだ。せっかく裏世界に来たのに落下したりスタックするのは嫌だからね。早速段差に反応して自動ブレーキがかかったようだね。これが最新の AI 搭載の車かー。危ない。なんだか下は平らな地形が広がってるようですね。ちょっと気になるから行ってみようかな。あ、コントロールの権限が奪われる。これは危険な状況。パイモンの誘導で壁に当たったりした。あ、メーデーメーデー。こちら左右か。翼の展開ができん。人殺し。しかも強制は発動とな。パイモンは裏世界のガイドには適してないですね。そういう夢を見た。どこか裏世界に行きやすい場所ないかな？ふむ、この構造物、上がいい感じの形してますね。裏世界に行けそうな香りがプンプンします。この通りめっちゃ簡単に行けましたね。あとは、開放的な空間に出れればいいのですが。見た感じ上を目指せば良さそうですね。なんだかさっきの場所より明るいってさっきの出来事は夢だったんだっけか。なんじゃあや、まるで銀河のような形をしてる。裏世界であんなに明るいものを見たのは初めてだわ。とんでもなく遠そうだけど、後で絶対あそこまで登ってやる。さて、早速他に何かがないか探索してみますかね。うわ、なんだか暗くなってきた。夜になっちゃったのかな？っていうか双眼巨炎に時間の流れなんてあったのか。より宇宙っぽくなった。てか月なんてあったっけ？周りを見てみると、なんだか光源が他にもあるんですけど、銀河の反対には黄金に輝く何かがあるし、色的にちょっと太陽っぽいですよね。とりあえず一番近そうな黄金に輝く場所を目指してみますか。っていうかなんであの場所が光ってるのかと思ったら、ここだったのね。ちなみに表世界で見るとこんな感じの場所です。この上に行ければ、さっきの場所の光源元なんですけど、足場が悪すぎて歩くにも一苦労。マジで滑る。最悪レベルの足場と数分格闘して、やっと上へ登れそうです。表世界の地形がいかに歩きやすいかを痛感しますね。裏世界は全く舗装されてないですからね。発狂しそ。今度こそは。よし、滑る心配はもうないわね。うお眩しい。これはサングラスをつけないと目が焼けてしまいそうだわ。パッと見マジで太陽。もはやカズハが蒸発してますね。イカロスだったら完全に翼が溶けて落下するやつ。これ至近距離まで来たけど、何か物体があるっていうわけでもなさそう。地形に光を当てるためのスポットライトみたいな役割なのかな？疑似自然光的な。まあゲームだから自然もクソもない。ということでね、次はメインのあちらを目指していこうと思います。まずあの山のふもとに行かないといけないのですが、空気が汚すぎて何にも見えませんね。とりあえず地面には着いたのですが、頂上まで一体どれくらい距離があるのだろうか。パッと見ドラゴンスパインより標高が高いんですよね。ちょっと待った。
また小さい銀河っぽいのがありますね。あれもどこかの光源なんですかね。ちょっと寄り道してみますか。さっきの太陽みたいな色とはだいぶ違いますね。こっちはまるで蛍光灯のような白さ。白すぎてカズハの頭が消し飛んでますね。念のため光に飛び込んでみましたが、何も起きませんね。強いて言うと、眩しすぎてくしゃみが出そうなくらい。ちなみに表世界ではこんな感じの場所でした。ということで最終目標を目指してロッククライミング開始。4分ほどただひたすら崖を登り、もう少しで頂上かと思ったら全然でした。マジで遠すぎでしょ。お、なんか隙間が空いてるじゃん。岩の割れ目から双眼鏡円の中が見えますね。借金で地下労働を勤しんでる盗賊たち。裏世界からの攻撃にびっくりするかな。慌ててる慌ててる。足かせでもついてるのか、あそこから動けないようですね。かわいそうにー。さあ、やっと真下に来れました。まだまだ上があるっていうのが恐ろしすぎますね。急に明るいやん。双眼鏡円って土台の地形が何段にも重なってるんですね。地下帝国のミルフィーユって感じ、美味しそう。めっちゃ遠いけど下に何か見える。ここは地下航空の出入り口の場所っぽいですね。なんかパイモンが勝手に語り始めました。壊れちゃったら非常食一択になるぞ。ちょっと道が険しくなってきましたね。壁もどうやらオイルまみれなのか滑る仕様に変わってます。要の岩主人公のスキルもうまく壁に生えない。これは別ルートから登山するしかないか。壊れちゃった。急に現れる壁、また頂上までの道が阻まれてしまいました。こうなったらこの場所で壁を抜けるしかないですね。ありがたいことに、奥に進むと壁を抜ける環境が整ってました。一時はどうなるかと思いましたが、これでさらに上を目指すことができそうですね。そしてついに、頂上に来れました。これは、太陽？これ、実質地下航空から脱出できたってことなのでは？あーやばい、くしゃみが出そう。頂上にも行けたし、一番高い場所から落下でもしてみようかな。いや怖すぎでしょ。ほぼ死ぬとは思うけどこの高さから落下するの気持ちよさそう。カズハよ、神になってしまったか。最後は裏に広がってる大地でも探索しますかね。自分はいつもイースターエッグがないかなって思いながら裏世界を探索してるんですけど、未だにそういうのは見つけたことがないんですよね。裏世界に宝箱とかがあったら面白いのに、でもそれだとバンされそうや。出たわね悪魔。裏世界でパイモンが出現すると死亡率が飛躍的に上がるのでやめてほしいですね。もう少し崖を下ってみますか。おや、なんだか怪しい狭間がありますね。ここだけ極端に深そうです。私の好奇心がこの穴に入れと言ってるので入ってみますか。メイドインアビスに出てきそう。なんだか加工するにつれて、壁がだんだん狭くなってる気がするんだけど。はい、トラウマ。閉所恐怖症の人がここに入ったらパニックですね。私が皆さんの代わりにパニックになっておきます。わぁ、体勢が。このままうごめき続ければここから抜け落ちれそう。完了。ということでよろしければチャンネル登録や高評価お願いします。いやー裏世界は不思議でいっぱいで楽しいですね。嘘だろ。